はい、こんにちは、116インズです。今回はドジャースの話をしていきたいなと思っています。現在地区7連覇中のドジャース、今シーズンは短いシーズンとなりましたが、ここまで32勝14敗でナショナルリーグ西地区首位を快走、勝率6割9分6厘は現在メジャートップの数字となっています。トレードデッドラインで大補強に動いたパドレスがドジャースの後を猛追していますが、それでも現在3ゲーム差ついていますし、順当にいけばドジャースがこのまま地区優勝になるんじゃないのかなと個人的には考えています。少なくともプレーオフ進出に関してはほぼ問題ないだろうというところまで来ていますので、ドジャースも先の戦いを見据えた準備を始めています。10日のダイヤモンドバックス戦でここまでライトのレギュラーとしてプレーしてきたムーキーベッツが今季初めてセカンドでスタメン出場しました。ベッツがセカンドでメジャーの試合に出場するのは2018年以来おおよそ2年ぶりのことなんですが、ただベッツはもともとセカンドの選手ではあるんですね。マイナー時代はセカンドメインでプレーしてきましたし、またメジャーデビューを果たした2014年も14試合セカンドでスタメン出場していますので、一応経験のある選手ではあるんですね。ただ決してセカンド守備が上手いとはちょっと言い難くてですね、2014年の14試合でアルティメットゾーンレーティング UZR ではマイナス 1.4 と少ないサンプルサイズではあるんですけれども、セカンドの守備力に関しては平均以下という結果が出ています。そういった守備力などの問題もありまして、2015年以降は外野手としてプレーしてきまして、2016年から19年はライトで UZR 合計プラス 70.8、 ディフェンシブランズセーブと DRS についてもプラス93とライト守備の名手として活躍してきまして、4年連続ゴールドグラブ賞も受賞しています。なのでベッツクラスの選手であれば、普通はわざわざポジションを変えて起用するということはなかなか考えにくいんですけれども、ではなぜ今回ドジャースはベッツのセカンドを試しているんでしょうか。でこれにはドジャースのデイブ・ロバーツ監督の今後のプレーオフでの戦術が絡んでいるようですね。ベッツは現在外野手1本でプレーしている状態ですけれども、試合前の練習などでは内野で日常的にノックを受けているらしいんですね。でそういった練習も積んでいましたので、ロバーツ監督とベッツの間で数週間ほど前からこのセカンドでプレーするという案がどうも出ていたようですね。プレーオフ短期決戦では場合によっては早い回から代打を仕掛けるというケースも想定されますし、ロバーツ監督の中では外野手の控え選手を代打起用した際にその代打の選手を残してベッツをセカンドに動かすということをおそらく考えているんじゃないのかなと思います。で今回レギュラーシーズンでベッツをセカンドで起用した理由としては、プレーオフを前にベッツにセカンドでのプレーを少し慣らしておきたかったという意図がどうもあるらしくて、今後シーズンが終わるまでにもう1試合セカンドでのスタメン起用を予定しているようです。まあこういったことをレギュラーシーズン中に試せるというのは非常に大きいですよね。いきなりポストシーズンでベッツのセカンド起用というのはちょっと怖いという部分もあるでしょうし、レギュラーシーズンのうちに少し慣らしておくという余裕があることこそが現在のドジャースの強さを象徴するような話なのかなと思いましたね。特にドジャースは他のポジションとは違い、セカンドに絶対的なレギュラーがいないという問題がありますので、プレーオフに向けてセカンドに保険をかけておくというのは意味のあることなんじゃないのかなと思いますね。最近はルーキーでトッププロスペクトのギャビン・ラックスが主にセカンドで出場していますが、ただラックスはまだルーキーで、今季もここまではあまりいい結果が出ていませんし、またプレーオフの経験も昨年のディビジョンシリーズのみですので、短期決戦での活躍というのは少々未知数な部分があります。また他のオプション、キケヘルナンデスやクリス・テイラーという選択肢もありますが、ただ2人はユーティリティプレイヤーでもありますので、セカンドだけに置いておくわけにもいかないと。もっと言えばマックス・マンシーもセカンドのオプションとしてはあるんですけれども、ただ基本的にはファーストでの出場かなと思っていますので、例えばラックスが短期決戦で不調に陥ってしまって早い回に代打を出したいとなった時に、ベッツがセカンドもできるというオプションを持っているのはチームの選択肢を増やすという意味でもいろいろと利点が多いんじゃないのかなと思いましたね。もちろんベッツがセカンドを本当に守らなければいけないという事態はチームとしても相当窮地に追い込まれた状況だとは思うんですけれども、ただそういった最悪の事態にも備えておくというのはワールドシリーズ制覇を本気で狙っているドジャースにとって非常に大事なことだと思いますね。また今季のプレーオフは例年以上に短期決戦を勝ち抜かなければならないという状況もあります。プレーオフの枠が拡大された影響で全チームワイルドカードラウンドからスタートすることとなっていますが、こちらは2戦戦勝方式ですし、続くディビジョンシリーズも3戦戦勝方式で、そこから LCS ワールドシリーズと進んでいくんですが、特に全チームがワイルドカードラウンドを戦わなければなりませんし、でそれがたった3試合で決まってしまいますので、リーグ最高勝率のドジャースといえど下位チームに負け越すという可能性は全くありえない展開ではないと思います。
実際ドジャースは昨年のディビジョンシリーズでワイルドカードから勝ち上がってきたナショナルズに敗退するということもありましたので、ディビジョンシリーズ以上に短期決戦のワイルドカードラウンドであれば本当に何が起きてもおかしくはないと思います。でさらに今季プレイオフは無観客での開催の可能性が現状非常に高く、ワイルドカードラウンドは勝率が高いチームのホームフィールドで戦えるようですが、無観客試合の影響で今季はホームフィールドアドバンテージがほとんど消えているというデータもありますし、またディビジョンシリーズ以降はそもそも中立地での開催の可能性も現在案として出てきているようです。そういったことも踏まえますと、地の利という部分でも例年のプレイオフと比べてドジャースが有利ということにはならないでしょうし、また先ほども申し上げた通り、ワイルドカードそしてディビジョンシリーズと短いラウンドが続く中で本当に一人の選手の不調を許容できないような状況になってもおかしくはないと思うんですね。そういった時に不調の選手を下げて他の選手でカバーできるようなポジションの柔軟性を持っているチームはおそらくこの短期決戦でも強さを発揮すると思いますので、ベッツがセカンドを守るというオプションを得ようとしているドジャースの存在は他のチームにとっても非常に厄介になるんじゃないのかなと思いますね。実際に使うかどうかはともかくとして、使えるオプションは多く持っていた方が間違いなく良いですし、特に今年のように例年以上に短期決戦が続くプレイオフについては使えるオプションを多く持っていることは例年以上に意味を持つことになるかと思います。まあ、もちろんベッツのこのセカンド起用に関してはそもそもベッツがポストシーズンを苦手としている問題もありますので、ロバーツ監督の思惑通り機能するかはわからないんですけれども、実際にプレイオフになって本当にこのオプションを解禁するのか非常に楽しみですね。ドジャースは17年18年とワールドシリーズで2年連続敗退し、今年はベッツを獲得して今度こそワールドシリーズ制覇を狙っていますが、果たして悲願達成となるでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メールインに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。